を飛び出す。こんにちは、こんにちは、世界の夢が。こんにちは、こんにちは、緑の丘で。1970年のこんにちは、こんにちは、こんにちは、握手をしよう。こんにちは、こんにちは、笑顔あふれる。こんにちは、こんにちは、心の底から。こんにちは、こんにちは、世界を結ぶ。こんにちは、こんにちは、日本の国で。1970年のこんにちは、こんにちは、こんにちは、握手をしよう。こんにちは、こんにちは、握手をしよう。新しい朝が来た、希望の朝だ。喜びに胸を開け、踊らあげ。ラジオの声に空の上を飛び立てる、駆けるバーゲン。この番組はね、あれ、カラーだとかね、なんかね、早くもグダグダの気配なんだけど、何それ、ないよ。まあそんな感じでね、やっていこうかななんて思ってるんだけど、この番組は、明るい未来を作るための子供番組です。悪い音だから、世界を救おうというキャッチコピーのもと、正義の子供ジャスティスボーイがね、革命を起こしていこうっていう、まあそういう番組です。そんな感じで、もう4月も終わりということで、もうすぐ GW だね。みんな GW の予定は何かあるのかな。やっぱり
り小学生にとって、僕たち小学生にとって GW っていうのはね、すごくね、興味深いね、イベントだよね。みんな GW は何があんの？バイト？あ、秘密基地作る、いいね、いいね。もっとないの？デート？なんだみんな混ぜてるね。なになに？おばあちゃん家に行きます。なに？ニート？自宅経理？引きこもる？寝る？仕事？いかがでしょう？お前らさ、頼んでんじゃねえよ！甘いんだよ！考えがね、甘いんだよ！カンボジアの子供たちは、遊びたくても、遊べないんだぞ！だからお前らもっと、真剣に遊べよ！引きこもってないで、外に出ろよ！やれ、大人が悪いだ、社会が悪いだ、もっと外へ出て、遊びなさいよ！ということでね、今回からなんとですね、僕ジャスティスボーイがですね、外へ出てね、いろんなところパトロールしていこうっていう、そういう新企画が始まります。名付けてジャスティスボーイパトロール企画。さあ、今日は僕はどこへ行くのかな？ここはね、ここはUFO の中だからね。ここ行こうかな。やっぱりもうすぐ GW ということで、こうそういうね、観光スポットに行ってみたいと思います。さあ、悪い大人は犬だか？レッツゴー！じゃあ行くよ！今日のみんなで！ジャスティス！ジャスティス！すぐ散っちゃうのが悲しいね。桜だよ。すぐ散っちゃうのが悲しいね。僕はきっと待ってる。さあ、というわけで今日はですね、花見盛りの公園にやってきました。いやー、ここはね、北日本ということでまた桜がこんなに咲いています。いやー、綺麗だなー。やっぱり日本人は桜ですよね。花見とは、主に桜などの花を観賞し、春の訪れを何とかぐ観賞である。ただし、多くの場合、開花した桜の木の下で行われる宴会のことを指す。こういった花見の季節には、酔っ払って騒ぎを起こす悪い大人たちがたくさんいるので、良い子のみんなは注意した方がいいだろう。いやーねー。悪い大人がいないか探したいと思います。悪い大人はいねえだか、どっかに悪い大人はいねえだか、僕が成敗してやるぞ。
何もかも目覚めてく新しい私。やあ、こんにちは、お嬢ちゃん。悪い大人はいないかい？キャー、そんな怖がらなくてもいいよ。おいら、怪しいもんじゃないよ。え、でも、怪しい人じゃないなら、なんでそんなバカみたいな格好してるの？ああ、面白いことやね、君。僕は、ジャッキーズボーイ、シン。悪い奴を見ると、許しては、置けない性分なんだ。え、じゃああんた、いい人なの？そうだよ、僕はね、悪い大人からこの世の中を守っていくセレギの味方なんだ。それで、あんた面白い人ね。私、面白い人大好きよ。え？一丁。私、マリアンナっていうの。僕は、ジャスティスボーイ、シン。じゃあ、しんちゃんって呼んでいいかしら？しんちゃんって呼ばれたことないけど。いや別に、いいけど。じゃあ、しんちゃん、今からどっか遊びに行きましょうよ。ちっちゃー！今時の小学生のデート事情はどうなっているのだろうか。小学生100人に初デートに行くならどこというアンケートを取ったところ、100人中41人が遊園地、59人がジャスコと答えた。近場のジャスコのゲームコーナーでプリクラを撮るのが最近の小学生カップルのトレンドのようだ。しかし学区内のジャスコでは同級生に出くわす可能性が高いため、隣町のジャスコまで足を伸ばすカップルも多いようだ。あ、間違えた。ジャスコか、この辺にジャスコあったかな。何言ってんのね。とりあえずさ、この辺のさ、この公園二人で回ってみない？ね、行きましょうよ、キャーキャー、キャーハハー。え、部長、ジャスティスボーイに、初めて春が来たこれ。続きは CM の後。
かのね、恋物のコーナーなんだけどね、何 CM 見えなかった人いるって感じなんだけど、マキシズね、進行していこうと思うんだけど、あたけ、たけさん、たけさん、たけさん、はい、というわけでね、今日もね、今日もね、みんなから募集したね、恋バナのお便りを、知ってか、紹介して、みんなで、恋の話で盛り上がっちゃうよっていう、そういうコーナーです。おじいさん。では、一つ目のお便り、行ってみたいと思います。ハンドルネーム、もたいさくん。静香さん、こんにちは、こんにちは。小学5年生のまさひとと言います。僕の悩みを聞いてください。はい。僕は幼なじみの女の子に恋をしています。だけど告白できずに5年生終わってしまいました。あ、そうなんだ。6年生では絶対に告白しようと思ってるけど、なんとその子は夏休みになれば親の仕事の都合で引っ越しを行ってしまうされた。あ、そうなんだ。とても悲しいです。じゃあもう、どうなってちょっとコメント何これ、まあ、そんな感じでね、僕は告白しようかどうか迷っています。告白しても引っ越しをしてしまうのは意味がないのだと思うからです。会えなくなるのは悲しいし辛いです。告白しない方がいいのでしょうか、どうしたらいいですか。深さんぜひ相談乗ってください、お願いします、ということで相談をね待ちました。そうなんだ、そうか、6年生になったら、好きな子がどっか行ってるから、その間に告白しようかどうか迷ってるんだ。そうなんだ。みんなさ、みんな嵐はどうでもいいとしてどう思う？告白した方がいいのか、そこはもう自分の心にしまっておくのか、どうしたらいいと思うかな。静かはやっぱり自分の気持ちっていうのはやっぱり大切だから、告白はした方がいいと思う。だって今の時代、携帯電話もあるし、小学生のみんなはさ、携帯電話ぐらい持ってるでしょ？だから電話で話すこともできるし、この、きっとお手さ3回ぐらい電話したらさ、小学生なんてそんな恋愛なんて3回電話したらもう飽きるってなぁ！たけしさん！ということで、2回目のお便りでいきたいと思います。ハンドルネーム、みたいさんからのお便りです。しずかちゃん、はじめまして。いつも楽しく見てます。みたいです。私には付き合って1年の彼がいますが、最近彼のことは好きじゃなくなってきました。その理由は、ときめきメモリアルガールズサイドファーストラブです。PS 画面に映ってるイケメンに告白されるゲームなのですが、私はこの2次元の彼より夢中になってしまいました。浮気じゃないです。もう本気なんです。私は一年付き合ってくれと分からないべきどうでしょうか。何でもいいです。アドバイスください。彼は同じ学校で、毎日お弁当作ってあげてます。もう彼の方が浮気という感じで心が痛みます。ということなんです。そっか。みんなどう思うかな、そういうゲーム。ゲームのことをね、嫁とか言ってる人いるけど、静かはそういうゲームとかしないんで、まあ、そういう人はキモいって思うな。そうやって、現実のね、男の子のね、彼氏がいるのに、そんなゲームのキャラクターがね、好きとか言ってる、そんな女は、弁当なんかね、こんなね、食わなくていいと思うしね、そんなね、女ね、もう死ぬはいいと思います。たけしさん！それじゃあ、続いてのお便りを読んでいきたいと思います。ハンドルネーム、ジャスシ君からのお便りです。こんにちは、こんにちは。僕は4月から2年生になります。はるかちゃんと同じクラスになりたいです。たけしさん、隣の席同士になってちょっとお茶飲みます。隣の敵同士になって、落としたけしゴムを拾ってほしいです。どうしたらいいですか？わー、小学2年生なんだ。まだ可愛いんで。そうか、そんなんで、落としたけし
ガムなんてその消しゴムくらい落とせばいいだろうが。ってことで、以上、静香の恋バナのコーナーでした。なんかすごいね、嵐が来てたね。特に反応もね、できなかった静香があれなんだけどね。まあそんな感じで、静香の恋バナのコーナーでした。これからもどんどんお便り募集しています。太陽姉ちゃんなんでお便りもね、募集しているんだけどね。ちょっと尺が余ってんだけど、今。うん。今日雨降ってるね。何？おっさんの声、そっか、静かね。あ、ちょっと、ちょっと声ひどかったかな。たけしさん。たけしさん。たけしさん、そうか、もっと、もっとゆっくり喋ればよかったかしら。たけしさん。そんな感じで今日も静かはこうやって、まあ、朝風呂、朝シャンして、まあ今日の予定は、いつも通りその空き地に行って、まあいろいろね、遊んできるかなって感じなんだけど、まあそんな感じでね、静かな恋バナのコーナーでした。次は新コーナーの今日のうんこです。どうぞ。今日のうんこ。な長いなやつがな一本なシッて大きいのがな出たかな、あの髪はな一枚でシュッて吹けたよな。そこのジョーちゃん、ちょっと肩もんでくんねえか。キャ、何よ、話して、痛い、話して、やめて、キャ。いいじゃねえかよ、ジョーちゃん。おい、やめろ。え、なんでこのクソ生意気な坊主はわけわかんに変な格好しやがって、いい子にやろう。この酔っ払い目なんだとこのバカにしやがって。え、お前だな、酔っ払いは子供にとっての敵だ。覚悟しろ。必殺ジャスティスビーム。
ということでね、まあ、こんな感じで今日の放送ね終わりだったんだけど、今日の教訓は酔っ払いには気をつけようっていう、そういう話でした。ほらね、みんなもね、そんな公園で全裸になってね、一人で叫んだりしないようにね、そういうダメな大人にはならないようにしてください。ということで、そうだね、次回放送はね、未定だね。うん、なんかもう録画でいいんじゃないかって、そういう気がしてきたんだね。まあそんな感じで、まあ隔週ペースでなんか作った、あ、面白選手権はね、あーちょっともうちょっと集まってからだよね、ネタが。うん、一応募集してるんで、面白選手権もやっていかなかんななんて思ってるんですけど、そうね、生だからの面白さね。いやー、まあそれたまにはやってって、あの、じゃあ次回はあの犬ワンタンスペシャルということで、犬ワンタン君にひたすら30分喋ってもらうっていう、そういうじゃスペシャルにしたいと思います。ゴールデンウィーク犬ワンタンスペシャルということでね、みんなも犬ワンタン君のお話とか聞きたいと思うし、いや犬ワンタン大活躍だったね、すがね、回ですよね。じゃあ次回は犬ワンタン、犬ワンタン、うんこスペシャルということでね、30分間犬ワンタンくんに、ね、時間帯もね、いつでもいいか、あと抜けた線が。まあそんな感じで、今日の放送終わりたと思います。みんなもね、酔っ払いには気をつけてね。そんな感じで、つぶやくとかないよ。じゃあ、ゴールデンウィーク、たくさん遊ぶがいい。マリアンナちゃんごめんね。それでは今日も一日ジャスティスジャスティス。